まあいいや、ちょっとたまにはね、これ玉拾い、あ、玉磨き、待てよ、まあいいか、玉磨きしていくか。嘘だろお前さ、玉磨きしかも怪我率 5% 怪我してんじゃねえボケナスが、お前わざわざ玉拾いじゃなくて玉磨き選んでやったのに気がすんねや、お前。てか今更だけどさ、俺もう3年生なんだけど、高校3年生もうあと3ヶ月ぐらいしたら試合が始まるにもかかるさ、なんでよこの能力。ああ、ちょっとこれ当たったら死ぬぞ。どうする、一番右、左。左ってどの、どっから左だよ、これ。一番右、右。ああ、一番右が多そうだな。じゃあちょっと一番右で行きますか、ここは。ああ。一番右で行こう。頼むぞ。最初はね、大丈夫。逃れることができ、ザッハ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 ッ！お、ピンポイントで当たったじゃねえかよ、これ。敵の攻撃を受け死亡しました。おい、4分の1の確率で死んだんだけど。環境破壊は気持ちいいぞい。うん、私が卒業して1年もしたら草ぼぼになって誰にもわからんようになるよ。うちがこの学校にいた証も消える。俺は忘れないけどな。うん、期待しておく。ちょっと待って、練習、ちょっと待って、おい、練習ダウンしたんだけど。ああ、ちょっと待って、今、やばい。ん？練習がパワーダウンした。ちょっと待って、俺待って、3年生の5月の1週で、おい、この時点で玉ひどいとは玉磨きしかできねえぞ、俺。おい、どうなってんだよ、これ。おい、俺キャプテンなんだけど、新設高校3年生の。ふざけんなよ、お前。セーブして。あとはもう会う必要あるんかな、これ。あ、ごめん、その日は忙しくて。ごめん、ほんまにごめん。そして、クソ、こうなったら死にきる練習だ。おい、練習してんのになんで監督に評価下がるんだよ、お前。女に。はぁ？おや？なんだこれ。あー、イタチの仕業か。ねえ、もうふざけんなよ、お前。チャンス丸なくなった。え、嘘、これもなくなったんだけど。ああ、もう最後の大会前にお前さ、仕事してんじゃねえよ、お前。本当に、イタチよ、お前。パッパパパパッパパパパパパッパ。あ、やべ、取れる。はい、もうなんか落下地点が後ろにあるからさ、なんかもうちょい奥に飛ぶのかなって思ってジャンプしちゃう癖が。やばい、さっきから出ちゃってるわ。あ、スローボール。お前らの大好物スローボール打たないのか。こうストレートだな。この緩急を使っていく。うわ、やばい。あええー、マジかよ。当てやがったな。後悔することになるぞ。ちょ、イチゴの火に闘志がついた。あ、やめて、ゲッツだけやめて。あ、それじゃネットダイニングしろお前。あ、もうしやお前。やばいぞ、こう見え、頼む一発を。おい、どんだけデッドボール当てんねよお前。どんだけ恨みあんだよ俺に。さっきの試合もそうだけど。ちょ待って、ちょ待って、さっきと流れ変わんねえじゃねえかよこれ。あ、やめてやめて。あー、危ねえ、ナイスカッチ。お前さ、なんなんだよマジで今日。さっきそれで取れなかったのに今回取ったし。それだけや。あー、もうちょっと待って。止まっちゃった。
うふふ、お任せください。この冬のカレーをたかがアマチュアだからといって手を抜くようなことは知らない、しないのです。初めての仲間、あーもうちょっとストレスがやばい、高まっちゃって、うん暴れて好きでした。で、あ、やばいやばい、ちょっとエネルギーが、あ、なんか変な外国人がいるぞ、なんか言ってるでしょ、嫌な予感しかしねえわ。わ、ピッチングポーズをしながらこっちに向かってきた。わわ、ダッシュで来たでしょ、信号赤なのにこいつ車に轢かれたよ、人が集まってきたでしょ、よくわかんないけど逃げよう。おお、見物、あ、違う、世間、ん、せ、あの、見せ物ではありませんね。うん。ちょっと試した、試した。うん。おい、何してるんだよ。おい、見られてましたか。少年を見るとつい野球をコーチしてあげた、コーチをしてあげたくなるんですよ。ははは、体大丈夫なのか。私の体、丈夫にできてますね。あ、そうなの。こいつサイボーグとかじゃないっすもんね。うん。あ、やばい。ちょっと大、なんか嫌な予感する。コミ君、あなた、実はサイボーグですね。唐突に何を言い出すんだ。ちょっとやめても、変なことしないで、ね、あの、エネルギーもないからさ。冬のカレーを、実は少年探偵と呼ばれたこともあるのです。確かにその通りなんだけど、どうしてわかったんだ。昨日たまたま街で見かけた、あなたの後をついていったら、パーツを交換している場面を目撃したのです。おい、ストーカーすんじゃねえよ。推理なんて全然いらないじゃないか。そしてあなたのためにこんなものを作ってきました。サイボーグのための冷却装置です。あ、でもこれって結構いいアイテムなんじゃないの。これをこうやって、おいおい勝手につけんなよ。スイッチを入れると、お、冷却水が自動的に放出される仕組みになっているのです。ただのスクリンプラーじゃないか。げ、体の中が浸水し、うわ、コミ君がおもらししてるでやんす。キャッ、ざけんなお前。あ、え、嘘、やばいんじゃないのこれ。ちょ待って、エネルギー1下がったんだけど。え、あれ突然動けなくなったぞ。ひょっとしてエネルギー、あ、喋れなくなっちゃった。亀田くんが、博士が来てくれないともうどうしようもないな。うわ、こんなところに突っ立って何よ。なんだ人形か。違うんです、まったく、こんなところに捨てちゃ邪魔じゃないか。あ、そういえば今日は粗大ゴミの回収日だったな。え、仕方がない、私が運んでいくとしよう。殺された、仲間に殺された。お前さ、変なタイミングで私に来んなよ。ちょっと待って、そうだな、監督評価上げていかないとな。うん、玉ひどいしていきます。玉玉ひどい、おい、だから何回怪我すんだよ、玉ひどいで。おい、まともな練習させてねえのに怪我すんなよ。あー、もうやめて、テストだってこれ、幼児1年生とも集まれ、なんでこのタイミングで怪我すんなよ。はい、ごめん、お前怪我だから見学しておけ。え、わかりました。最悪なんだけど、マジで笑えねえんだけど。よし、ちょっとほふく前進をしてって。いや、マジでいいぞいいぞ、いいペースだ。あ、まずい、来た、これ28周目で必ず来るんだ。おい、出番だぞおめえら、ちょっと次は外さないように。おい、どこにする、どこにする、おい、どこにする、これ。あ、もう来ちゃったよこれ。ちょっと今いい感じで来てるから、ちょっとどこにしようか。あのね、さっき右端で死んだからね、今度こそ右端でもいい気がするんだけどな。右端、右端、一番左、右端、右に、あー、なるほど。意外と右端が多いな、一番右が。ちょ、今度こそ一番右端にするか。いや、多分いける。うん。さすがに同じね、うん、場所に引っかかるってことは、ないよな。ないよな。マジかよお前、死んだ、ちょっと待って、やめてくれ。なんでだ。
くわこのちょっと待って、重要イベントってやつをこなしていきたい。うん、あ、全先生とのイベントも。あ、なにこいつ。あれ、ひょっとして選択してんの。なんだよ、覗きに来るなよ。そんなん1年生がやってくれるとちゃうの。去年野球部はそういう仕組みや中手言うてやんか。俺選択してる姿見られた。クソ恥ずかしいんだけど。いや、それが同室の1年に絶対やりませんって断られた。あははは、かわいいとこあるやん。笑い事じゃないよ。1年生に見られると恥ずかしいから時間をずらしてるんだぞ。うんうん、ますます可愛いわ。ほな、この洗濯物、ひょい。私のと一緒にやっといたるわ。ええー、おい、やめろよ。気にせんで、ええから、ええから。バスケ部の分全員やっとるね。明日の朝、こっそり教室で渡すわ。おい、話よ。そこに、明日の朝着るユニフォームが。しかも俺の下着も。はは。うわぁ、ちょっと待ってよ。なんか好感度下がったんだけど。カズとあの監督と、しかもエラー身についたんだけど。何してんだよ、勝手に持っていくな。もう試合出れねえじゃん。ユニフォームも持っていかれたし、もう替えのユニフォームねえんだよ。おお、ついに長年の腐れ縁に決着をつける時が来たのでやんす。行くでやんす。だがな、お前は特別だろうが、俺はお前以上に特別だ。ミサイル発射、行け。ああ、一発だけなんだ、やっぱり。くたばれが、お前。くたばれ。くたばれ。頼む。勝たせろ、あと一発。うわあ。いけたわ。やった。やったわ。コテンパネアンス。いやー、これに懲りたら世界のスポーツ支配なんて野心は捨てるんだ。スポーツはありのままが一番。ガンダーロボも壊れちゃったし、もうダメでやんす。しかしあんなものまで作ってるなんて、本気で世界征服をする気だったのか。悪いでやんすか。コミー君だって甲子園で優勝したじゃないでやんすか。いや、それと世界征服は、極悪高校で甲子園に行くことすら無謀だったでやんす。でもコウミ君はやり遂げたでやんす。オイラだって自分の力で何かをやり遂げたかったのでやんす。亀田君、その割には俺ばかり働かせてなかったか。そうなんでやんすよ。オイラもう暇で暇で、いい加減張り合いがなくって。そんなんじゃたとえ世界征服できたとしても、ちっとも満足なんてできるわけないじゃないか。努力してこそ、苦労してこそ、やり遂げたってことなんだよ。おいらもそんな気がしてきたところだったでやんす。よし、こうなったら二人して、高校時代の野球バカに戻ろう。二人でプロに殴り込みだ。おいらも、当たり前だろ。まずは俺を人間に戻してくれ。それはもったいないでやんすよ。サイボーグだってことを隠しておいたらプロで大活躍。ははは。了解でやんす。うえぇ、お金100万増えていく。いやぁ。よかった、クリアできて。まぁ、ちょっと今回運が良かったね。うん。精霊のね、加護がついてましたよ。うん。神の加護が。やっぱ、パワポケの神が舞い降りてきた。うぅ